はい、どうもピッチピッチなテクタンです。ドラゴンクエスト3実況プレイパート15、ついに15始めていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、右上にチラ見せしてる、ちょっと見えてるあっこから行こうと思ったけど、よく見たら全開じゃない。はい、準備万端ということで、ホビットのノルドっていう、結局なんか私あんまり理解してへんねんけど、ホビットが何か。まあ、そこに行こう。敵出る？そういや、ここ前チラ見せ覗き見、わーでかい。わーでかい。これ盗賊の方やろ、多分。確か。はい。あ、敵出えへんやん、ラッキー。明らかになんかあるんやけど。明らかにいけそうなんやけど、なんか壊してくれるん。ここ、あ、井戸？でも結局井戸なんもないんやんな。まだ井戸概念がないのね。てれれててー。稽古着いらん。ちょっと前に打ったとこやのに。コンボもいらん。もうちょっとええの置いといてよ。私はホビットの乗るどれ。何ホビットってこういうなんか、何なんか、カリビアン、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな人？旦那方はなんだね、さ、出て行きなはれ。いやいや、女なんやけど、とりあえず手紙を朗読する？無農薬の感動の手紙、読みます。親愛なるノルド、親愛なるノルドよ。この手紙を持つ旅人を、バーンの抜け道へ案内してやってくれ。ポルトガーの王より。うむ、すると旦那方は東へ行きたいのかね。いいえ。それでは私が旦那方にしてあげることは何もないですな。ごめん。もうイエスって答えるから、そういうなんか。はいはいはい。ポルトガーの王の頼み、さ、ついてきなはれ。早い。え、私もそれぐらいのスピードで動きたい。え、ずるい。ずるい、そんぐらい早く歩きたいんやけど。来たで。そこで待ってて、へい。何そら。え、そっち？右じゃない。え、大丈夫？え、そんなんさ、別にさ、アベコさんでもできとったんちゃうん。あ、そっち？上、そこなんやったん。右開けてくれたらさ、近道やったのに。ほら、そこ開けてくれたら。なぜそんな意地悪をする？こっち行ったところで町あるんかな？なんか町か村かなんかルーラ登録できるとこ？ちょっと胡椒を集めなあかんのやろ？胡椒集めるっていうか。そういえば、ちゃんとルーラ登録されてるよね、ああ、よし、ポルトガールある。東？普通に真東行っとけばいい？まあ、そうなるわな。デスジャッカル。ジャッカルって何だっけ？こういうやつ？地獄のハサミ。誰から倒す？とりあえずスクルトされても嫌やから、とりあえずこの二人でこうでどう？とりあえず。あ、デスジャッカル。柔らかい。あ、やった。カニ倒せた。マヌーサ、あ、そういう感じ？そういう感じ？あ、お腹鳴った。とりあえずテクネイが、今、マヌーサってないから、よし。ジャッカル。これでもう倒せるんじゃない？よーし、いいえ、えい。いいんじゃない？とりあえず、左じゃねえや、東の方向。行こうと思ったらすぐ山があった。ギズモ！出た、ヒートギズモ。名前しか知らんやつ。あ、弱い。あ、炎吐くのね、鬱陶しい。でもギズモも吐いとったような炎。なんか、キントーンみたいな色やな。つっても、で、いえ、えい。もうちょっとしたら、アベコさんがレベルが上がるはずじゃ、山しかないし。なんでこうから、これ、次から次へと新しいのが出てくる。ハンターフライ。これ怖そうよね、キラービーみたいな感じで。でも、色が可愛い。夢可愛い色やわ。お！なんや、めっちゃヒッピー低い。なになに？急に敵が出り始めた。どういうこと？塔とかがあるんかな？いえ、えい。
リューチェルがまあちょいちょい攻撃してくれるんやけど、いかんせん攻撃力が低い。彼は彼なりで武器を買ってあげたいよね。ということで、アメコさんおめでとう。力1、素早さ3、体力4。これ素早さ3ってことは、素早さ6結局上がったってことやな、星降る腕輪の、こうの。で、賢さ4、ヒッピー。これもしかして呪文覚えたのでは？やった！ヒッピー MP が上がるのって嬉しいよね、結構。上がり幅が大きいってことね。なんやろ。ザメハとは何ぞや。アストロンとかも試したいような、もうちょっと弱いところで試そう。ここに来て割とスムーズ。あ、砂漠。余裕と思ったけど、ギラ唱えてくるから割と強いっていう感じか。なるほど。だから早急にやっつけた方がいいわけね、ああいうやつは。へへい。で、テクネーさんも回復してあげましょう。テクネーどうする？ベホイミ？ホイミ？ 30 終わるからとりあえずホイミでいいか。滑るんだが。ほい。よし。しかしなんか歩いてるだけで、マチや、マチ。わ、マージマタンゴとアントベア、クマナン。どうしよう、ちょっとなんかアストロンとか使ってみる？アストロン全員に聞く。で、何だっけ？なんか、名前何だっけ？ちょっと、待って、当てるわ。なんか3文字。もう思い出せへんから見よう。ザメハや。試してみよう。あ、ザメハもなんか全員とかそんな。で、リューチェル。アストロン。あれ？こっちやったっけ？鉄の塊。え？あ、びっくりした。もうなんか、一生動かへんのかと思った。あ、もう戦おう、普通に。あ、そういうやつね。はいはいはい。もう、なんやろ。なんやろ。ちょっと待って。こうで、まあ、2発ぐらいで、で、ダメ発しといて、ちょっとリューチェルくん、アントビアを。アベコさんがダメ発で、しかしテクネは目を覚ましていた。あ、そういうやつね。オッケー。いいやん、いいやん。目覚ます魔法とかあったんやん。ポケモンの笛的なやつやろ。なるほど。いや、いい勉強になったね。そしてアントビアは強い、弱い。あ、意外と倒せる。よーし、いえ、えい。そうこう言ってる間に着きました。町村、でかい？バハラタ。はぁ、なんか、原田に見えるような、こうやってカタカナで書いていると。もう原田の街でいいわ、原田さんの街。ここ何？黒胡椒？おぉ！意外と早く変えたやん。教会やろ？ちょ、女の子。このグラが可愛いよな。原田の街にようこそ。原田泰造です。私の友達のお父さんが泰造っていう名前やった。ここ？なんか、手いやーしとうとこ、ちょっと最後に行こう。なんか、ドアわざわざ閉めとうけど意味ないよな。時々あるよな、こういうとこ。ここは道具屋。ラインナップは変わりなし。うん。どっから回ってこう。あ、なんかしてる。あー、タニア。僕の愛しき人。失礼したん。この女がタニアで、ちょっとおじいちゃんが励ましたん。旅の人聞いてくだされ。うん。わしの可愛い孫娘、タニアが悪、そこにいる若者がタニアの恋人のグプタ。うわぁ、もう覚えにくい名前。わしは二人を結婚させようと思ったのに、あんたらは強そう。グプタ、僕が行きます。見ず知らずの旅の人に頼むなんて、待っててください。あー、行ってまた。ああ、死亡フラグ。この人は関係ない。こいつらリア充？リア充なら爆発していいんやで。あれ？あ、メニュー出へんのかと思った。聖なる川の流れで身を清めています。この人も？このためはるばる旅をしてきたのでです。どのため？どのため？ほう。あ、行ってもた？もしかして。
あれ？まあ、岩は別に追いかけんでいいか。とりあえずなんか故障とか買いたいしね。あ、ここ、あ、宿屋ですね。ちょっと失礼。失礼しました。ちょっとここのドア開けよう。なんか女か男か知らんけど、なんかおるから。いや、これは男か。北の山奥には、あ、北にダーマ。ダーマ。よし、メモタン。ホビットだけが東の道、ノルドの友達、ポルトガルの王って書いてあるわ。わかりにくいメモ。でも結局このメモミント探してもたからな。ここどこやったっけ？原田。原田の北の山奥。なんか、濁点っていうかさ、濁点じゃねえや、間違えた。句読点の丸のさ、位置。おかしくない？北の山奥には出らんで、一回丸、うっとん。に、ダーマね。よし。ダーマにおっちゃんがおるん、その、例のダーマ神殿の話の時に、ダーマ神殿のおっちゃんっていうあだ名がついとったさ、人がおったからさ、おっちゃんなんおるのは。近くの洞窟には人さらいが住んでいるそうだ。女がさらわれたんちゃう？名前覚えられにくい、覚えにくい、タニアやったっけ？ターニア？ターニアってシックスの。魔王は全てを滅ぼすもの。凍てつく暗闇と死の世界の支配者じゃ。はあ、なんか宗教的なところやん、ここ。どうしたん？何しとん？なんか怪しい人、宗教しとったわ。魔王か、バラモスね。とりあえず広めといた方がいいんやろ？バラモスー、バラモスー。道具屋なくない？道具屋じゃない、武器屋。せっかくなんか武器屋をすごい見たかったのに、この人ちょっと、もう気邪魔！喋りかけたろ。私は胡椒を買いに、あ！それを解決せなあかんのね。なるほど。すぐ見つかったと思ったら。で、なんでこんなところにドアあるねんって思ったら、出なあかんわけね、ここに。威力の杖は MP の力を攻撃力に変えて敵を攻撃する武器だ。MP を使うが、ほうほうほう、威力の杖ってさ、あっこのなんかぼったくり店で売っとったやつやん。あれ、なんか普通の店で売っとったりするんかな？こっちの方が安かったりとか、あるんかな？この街これで終わり？え、道具屋やっぱない？ないね。だって行けへんもんね。行けるとこないよね。気が邪魔すぎるんやけど、ちょっとさ、気のせいで行けへんとことか、なんやろ、ちょっと遠回りせなあかんとことか多いからさ、ちょっとこの、伐採しよ、伐採。なんか下とか行けそうなんやけどな、なんか、行ける手段ないんかな。船とか買ったらいけるとか、そういうやつ買うっていうか、王様からいただきましたら。前の時は、2の時は人さらいでもらえとったけどさ、船。絶対これ出るやろ？はい、出るね。じゃあ、とりあえずその人さらいを解決せな、もう何回出会いにするねんっていう感じよね。宿泊まろ、宿。宿やー、宿や、上から下から読んでも宿やー。48ゴールド、ちょっとずつ高くなってくるな。1人当たり12ゴールドか。ヨーグルト食べよう。うん。ビミー。で、どこ？え、その人さらいはどこ？この下？いえ、えい。そろそろさ、あ、リューチェルって結局上がったんやったっけ？上がってるわ。じゃあもう当分誰もレベル上がれへんなぁ。畜生。こう上がる、あの、テレレレレテテテテン。なんか音楽ちゃうかったね、今。テレレレテテテン。テンションの上がる BGM ですね。明日絶対なんかある。なんもない。騙された。こっちの辺とか、なんか祠とか、あらへん？芸術師！ちゃうかった、ちゃうかった。現術師。幻見せるん。ちょ、こいつから。三人で殴れば大丈夫じゃね？っていう、見解。キャードやめて。
ャドウは一体分ね。はい。よーし。ちょっとなんかやばいぞ。数があまりに多すぎる。ちょっと無農薬くん、べほえみで。はい。これで大丈夫か？マヌーサー！マヌーサーやめて。増えた！ギラ。バギ。まあ、こんなもんでよくない？あんまり強くない。強くない。あ、でも、まあ、死んだからいいでしょう。よしよし。あ、テクネイがやばいぞ。気づいてなかったけど、テクネイがやばいぞ。ちょっと、お得意の素早さでテクネイを回復してあげて。よし。しかし、しかしだ、あれや、マヌーサのせいで、マヌーサのせいでちょっとやばいぞ。頑張れ。いけるか？効かない。なんてこったい。とりあえずもう叩いていくか、いろいろ。は、あ、よし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 。いいぞ。あとは頑張ってこいつを叩くしかない。おお、いいやん。あと一匹。ちょい。このマヌーサのせいで、まさかこいつに戦闘が長引くとは。リューチェル当たるぐらいなら無農薬くんが当たってくれる方が嬉しいんだーい。よーし。割とやばかったようで。まあ、ちょい。割と街が近いから戻りつつ行きつつでいいんじゃないでしょうか。なんか久しぶりになんか冒険してる感があるわ。いや、違うわ。久しぶりにドラクエしたからや。何を私は言うているんや。小野屋くん。わっ、うわっ。こういうさ、こういうなんか動物だし、動物ってさ、やばくない？なんか、どっちも強そうやけど、あ、弱っ！全然弱かったわ。無農薬で一発で倒れたから、このマッドックスっていうなんか、すごい突撃してきそうな、攻撃力の高そうな。テクネイやばいよ。ちょ。そんなに呼ばないでくれる？ベホイミ。でもなんかすごいパステルカラーよね。なんか乙女チック、メスかな？メスゴリラ。豚ゴリラ。よしよしよし。マッドオックスは攻撃力高いから嫌ね。早く倒してしまいましょう。よーし、よし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 。なんでやねん。なんでやねん。あと一発。よーし。ふぅ。まあ強かったんじゃないの？まあ強かったんじゃないかしら。こっちとかなんかない？なんかありそう。お、あれ、リューチェルまだ上がってなかったんや。しかしリューチェルの上がり幅が低いぞ。せめて防御が上がってくれると、ちょっと守りがいがあるのですが。守りがいじゃねえな。あ、え？お城や。これ何のお城？やばい系のお城？それとも大丈夫系のお城？いえ、えい。よくよく見ると MP が非常に、ほら、危険なので、ここがダンジョンなら、ダンジョンじゃない。あ、ダーマ神殿。あ、割と、あ、はい、ありがとう。
割とすぐ。これ魔法の扉で大丈夫？なんか悪趣味な像が置いてあるけど、ちょっと肩乳首出してる銅像があるけど、大丈夫？ちょっと私何してるん？ちょっと、動揺してるわ。ピロリン。おー、なんか、すごい、ブロック、レンガ。私は舞踏家になろうと思っています。ほう。なろうと思ってなれるもんじゃないで。私魔法使いになるの。30歳までピーなの。ほう。わしはピチピチギャルになりたいの。てことはピチピチギャルやで。知っとった？僕は商人になってお金を儲けたり、あ、いいね、それも。で、どこ、あ、おっちゃんこれ？ちょっとおっちゃん最後に、何このまんじ。悪趣味。転職をして前の職業に経験値を。ん？前の職業の経験値をなくしてもそれまでやってきたとこ。何何？前の職業の経験値。そういや、私、転職ってしたことないかもしれへん。そのリアルとかそういうことじゃなくて。魔法使いが戦士になれば、魔法も使える戦士に。魔法戦士っていうやつやん。はぁ、あ。愚か者め。勇者を読みたいっていうのか。勇者ってなんなん？勇者ってなんなん？え、じゃあこれ、え？どういうこと？一人前の舞踏家になっていないというのに、未熟者の分際で。なんかもう、すごいなんか罵られてる。あー、なるほどね。一人前になったら、はぁ、あ、はぁ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 。理解。じゃあ、テクネー、あ、足りない。ここが、とりあえず、ルーラ登録されてるかどうか調べよう。でも、してなかったらわざとこんなとこ来るんしんどいよな。あったあったあった。あ、ダーマあるね。オッケー。じゃあちょっと一回原田の町に戻ろう。はい。どこに連れ去られとったとかって言うとったっけ？なんかもう全然記憶がないわ。え、まあどうせ全部探索することになるからいろいろ回ってみるもまあまた良いのではないでしょうか？ということでこっち側も行ってみよう。お、砂漠砂漠。いえ、えい。無農薬が1000ぐらいでレベルアップするとか言うとったから、あと10回ぐらい戦えばいいのでは。あ、蛍光器とか売るん忘れてるー。ま、いっか。はい。おー、この広がりようなんかありそうと思ったけど、意外と海が近くて、何もなさそう。なさそう。いえ、えい。あれ、これ最初なんか起きたところとかじゃない？いえ、えい。今の間に動画をちらっと確認しに来たんやけど、場所に関しては全く何も言ってへんかったわ。悪党にさらわれたんでって、神田田なのでは？あれ、暴れ猿。いえ、えい、こんなとこにも出てくるでよとは。余裕で倒せたわ。ついに暴れ猿が余裕で。あれ？でもこの辺から来たんじゃなかったっけ？やんな、こっから来たよな。上かな？いえ、えい。マヌーサを避ける方法を募集しています。マヌーサが、防ぐというか解く方法がわかる方は、こちらまでお便りください。いえ、えい、猫の唐揚げがもはや懐かしい。暗い。いえ、えい。さあ、そろそろ無農薬あたりが上がってくる。変カウント高いね。いえ、えい。なんかありそうよな、この空洞。いえ、えい。いや、でも、それなりに冒険できてるよな。なんやったん？あのピラミッドの苦しさ。どういうことやったんよ。うわ、真っ暗。ちょっと見にくい。祠や。鍵がいる。いや。
ちょっとこの人に話聞いてからにしよう。どうしたん、ここ何、こんな、え、ここ何、噂ではこの湖の真ん中に祠の牢獄、何、囚人いっぱいみたいな。ちょっとこれメモしといた方がいいやつやんな。しとこ。原田の、北は北でも、ちょっと西寄りの北北西ぐらいかな。だいぶ上に、湖の真ん中に、祠の牢獄。メモタン。牢獄。これでよくない？ほう、ありがとう。じゃあちょっと泊まるわ。ベッドさ、4つあるのにさ、1人おるからちょっと、誰か2人で寝なあかんのやけど。いなくなった。夜に来れたのラッキーやん。うわ、なんか、入り江みたいな。これ、これがあっただけ。まあまあ、休めたのはちょっと嬉しいけど。え、悪党はどこ行ったんよ。悪党。退治に来たんだが、これホビットのノルドやろ、のとこやろ。いえ、えい。で、いやー、ちょっとぼさっと、ちょっとっていうか、かなりぼさっとしてしまった気がするんだが。でもなんかこの辺なんもないような、もうちょっとちゃうとこかな。もっと右かな、探そう。これを結局どんどん北に上がっていって、もっと奥とかかな。どうなんやろう。悪党さん。悪党戦いらっしゃい。アイレベル上がらへん。とりあえずザーマまで行って、あれ？この左下の、あれ？これ、あれ？こんなんあったっけ？めっちゃ近いやん。絶対あっこやん。しかも街からめっちゃ見えとるしな。NEXT TECTAN HINT! リア充。プン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 。デク姉さんが怒っている。